岡山県や北海道などの養鶏場で先月から鳥インフルエンザのウイルスが検出されていて、今シーズンはすでに5つの事例が報告されています。これを受け県は今日緊急の連絡会議を開きました。県内の養鶏場では異常は確認されていませんが、今月中をめどにすべての施設に消石灰を配り一斉消毒を行う予定だということです。また県内で鳥インフルエンザが発生した場合、県庁と現地に対策本部を設置するなど危機管理体制についても共有しました。国内での発生が例年よりも早い発生ということで、危機感を持って対応していたところなんですけれども、万が一の発生に備えまして、町内の皆様を集めまして、その対応について確認することが重要ということで。